まあ、6つですね。あ、まあ、新幹線でまどろみの森で出会った、あいつなんやろけど。おー、どうした？なんか地震？いや、爆発。なんだ、確かに。あー、何の音かわからないんだ。ナックルスタジアム。なんや。あー。どうしたの？おー。あ、でもそんなここじゃできないのか。なるほど。そう。あ、もうわかられてんな。ああ、まあ、多分過去のシリーズだと主人公が積極的になんかその事件の謎とか解明していくスタイルなんやろうけど、なんか今作は結構大人が解決するみたいな感じで、まあ普通に考えたらまあそれが普通なんやけど、なんかポケモンの世界では なんとなく子供が解決するイメージがあるんで、なんかちょっと違和感があるんですけど、まあ願いを、ああ嬉しい。まああのピート君はちょっとかわいそうな感じするけど、まあ、あの前回の最後でちょっとあのおばあさんにポプラおばあさんに連れてかれてしまいましたけども、でもジムチャレンジャーでもなくなってしまいましたけども、ちょっともはやもうなんかやらないという選択肢すら与えてくれない。おろっと、ほう、草ゴースですね。あ、で、なんか前々回ぐらいの動画でなんかそのオーロと進化前のボクレーが、なんかソード限定みたいな発言をしてたんですけど、どうやら出るっぽいです。シールドでもちょっと間違えた情報を言ってしまい申し訳ございませんでした。はい、まあまあ草ゴーストですね。カービゴン、カービゴン、どうしようかな。いや、まあどうしようかなっていうか、まあまあエースマンに交代なんですけど、カビゴンをどっかのタイミングで、まあ、捕まえてはいるんですけど、交代しちゃったなとは思いながらもちょっとタイミングを測ってる状態なんですけど、捕まえると結構苦労したんですよね。なんか保持率が割と低いのか、あんまり全然捕まらん感じやったんで、お蓄える防御が上がる感じですね。カビゴンは、特防は高いけど、物理防御はそこまで高くないので、基本的には、格闘タイプを物理技で攻めていくのが、いいんですけど、わお。でも、カビゴンはとりあえずめちゃくちゃ、そうだよね。そう、麻痺状態になって、でも、素早さが、あれだもんね。でも、動け。わお。わお。じゃあ、まあまあまあ。どないしようかな。まあ、どういうくちばしで終わりなんですけど、サールストワンか。じゃあ、なひみの出番ですね。そう、ようやくパルスワンを使ってくれましたね、ホップ君。で、地ならしていいかな。あ、砂吐きで、一応なんか物理技を受けたら、
砂嵐状態になる特性だったっけ。素材さ1段階下がって取って、あ、逆転してるわ。オッケー、ゴリランダー、まあ変えましょう。あ、いやー、クレックル、クレックルいくか。まあいろんなポケモン使ってきてからね。まあ前回引き続き進化のポケモンも出してるんで、まあ耐久面は耐久上がってる感じですけども、叩きケールは外す可能性、外さない。あ、耐えた。じゃあもうこう笛行き、オッケー。あ、よかった。次何出してる？吹いたら、吹いたらんか。じゃあ、砂蛇。このタイプですね。水タイプが欲しいなと思ってるんですけど、まあまあ、吹いたら、吹いたらんやから、まあ、吹いたら炎タイプから炎チャレンジャーとか言うてんのかな。そう。ちょっと水タイプが欲しいけど、そう、ウープが、すなわち、はい、発動。まあ、はい。まあ、このタイプは、まあ、地面でも弱点をつけるんで、まあいいんですけど、まあ水タイプはどっかで欲しいなとは思いますが、あー、落としきれないか。結構この砂ダメに落ちる可能性が、ですよね。じゃあ、まあ確かにね。あ、来た。ようやく、青ガラスが、進化だ。まあ、なんとなく予想はつくんですけど、まあ、はい、青長いですね。空飛ぶ作詞でおなじみの、はい。もう図鑑にすら説明されている鋼操作は OK。鋼技がようやく来ましたね。じゃあ、ケアカルいらんかな。タイプ1技はね、欲しいんで。あ、砂蛇も進化か。はい、さあ大蛇。はい、オッケー。めっちゃ進化するやん。クレイグルの様子が、はい。まあ、これはね、もう、大パから出てるんで、はい、クレックル、ドグロックに進化しますね。ああ、そうなんだ。タイプ全然ちゃうけどな。まあ、確かに見た目ちょっと似てるもんな。ああ、ありがとう。ポケセン行く必要なくなったね。おお。なんか毎回戦うな。まあまあさ、避けれるところ避けていく。ああ、まあこっちや、こっちやねってことね。よっしゃ、うまいこと避けられた。この先ってことかな。
まあトレーナー戦とか野生のポケモン戦はまあ4つ、まあ動画外でまあやるとして、どういけばいいんやろ。まあ、こっちじゃないんやろな。はいはいはい、それはもう最初にワイルドエリア行って行った時点ではい把握をしておるので、このトレーナー戦わないといけない感じがすごいする。あ、お願いします。レイナさんにお願いします。はい、ありがとうございました。一応ノーダメで行きましたね。まあ確かにな、そう、まあやっぱり僕も体調不良となったりするとガン取るか、避けられない。まあそう、だからその体調不良になったりするとやっぱり健康っていいよねってなるよね。こっちなんかあるかな、うん、登ったらなんかありそうな感じがする。もうなんかおるぞ。あー、ワダマシンか。スマートフォン。鋼タイプの技ですね。確か、多分前作のウル、サンムーンから出てきたのかな。確か、ククイ博士からもらった記憶があるんだけど。あ、アイテム、ちょっと取ろうか。あー、これはありがたい。わい。そう、なんか、ここすごい狭いじゃ、急になんかポケモンが出てきたりとかもあるから。あ、さっきのところ降りてきた。あ、アイテムかと思ったら違うのか。わぁ。いやー、ここの不意打ちはダメよ。ドラメシア。あぁ、600足。はい、ありがとうございました。うん、まあまあ、そうだね。ああ、はい。経験使ってきてできたんでありがとうございます。あ、そうですか。あ、こっちな気すんな。あとは、これも多分避けれないよね。なんか、ちょっと避けれそうな感じはあったけど。なんか、ゴージャスボールに入ってるけど。はい、ありがとうございました。そう、トキゼマルね、まあ、前作の、なんだっけ、電気の試練。で、結構苦戦させられて負けは。あ、王者の血ですね。あ、キノタも初めてか。そう、電気の試練でね、あ、ちょ、なんかある。あー、違う。完全にアイテムボールや思ったけど、サイレンスやった。で、あれちょっと避けようかね。さあ、今回ちょっとジム戦まで行ければいいかなっていう感じがするので。まあ、なんかちょっとなんか風情がある景色でいい感じですね。ちょっと避けたいよ。避けたいよ。はい。来た。おー、結構雪国やな。いいですね。富士が、おー、なんか温泉は、なんか、めっちゃ寒そうやけど。キルルクシティ？ちょっと名前、微妙に忘れてる感じするけど。よし、じゃあ回復しよう。はい、回復か、いろいろやりました。で、おー。じゃあ、早速、ジム戦やっていこうかな。まあ、探索とかは、まあ、今回の動画か、まあ、余裕があったら今回動画でやろうと思いますけど、まあ、おう、ダルマッカ、これガルルの姿ですね。まあ、ちょっと、時間余裕がなかったら、次回の動画になるかもしれない。
が、おう、ホップ、勝ったか。負けた、マジで。強いんかな、おう、まあ、たぶん、普通に猿のりじゃきついもんな。氷タイプ。だから、メロンさん、ああ、はい、結構素敵な女性だった気がしますが、はい、ボールボーイ、はい。ムーンボール。はいはい、ありがとうございます。月の石。あ、まあ、確かにもう、あ、じゃあは。さっき、6つって言ったけど、5つでしたね。考えます。あ、はあ、はい。なんか、さらっとそんな。やるよ。やるよ。やればいいんでしょう。はい、はい。行きましょう。はい。落とし穴探知マシン。なんか、ダウジングマシンみたいな感じのアイテム。まあ、多分このジム限定なんやろうけど、まあ、ここに来てなんか、ちょっと、なんだ、ジムミッションが、厳選回帰してきたな。結構、難易度上がってない。結構、終盤やけど、挑戦者少ないけど、少なくなってるはずやのに。ほんまにダウジングマシンみたいな感じやな。なんか、そう、こういうの見るとさ、そう、コナンのゲームの、なんだ、なんか生体探知マシンみたいな。ああ、なるほど。これも避けれないよね。はい、お願いします。トーマさんよろしくお願いします。息はみか。なんだっけ、コーリング式だから、炎4倍だよね、多分。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。まあ、火炎ボールはね、多分、あー、違う。あ、そっちかな。こういっ、やい、あー、そこってことか。あ、どこからやりませんのね。あ、こっちじゃないっぽいな。なんかめっちゃお気に入った。おお、結構落としてるの多いな。いや、結構普通にむずい。本当に神経飛び澄まさな無理っぽい。これまっすぐ、こっちのなさそうな感じがするけど、こういって戦わないといけないんだろうな、これも。あー、まあ、やれるもんならやってみてください。なんか、かわいい？なんか全然イメージと違う。カルシェンか。はい、ありがとうございました。いや、カルシェンはね、物理防御はアホほど高いので、はい、ありがとうございます。あ、こっちから行くべきなのかな？
多いな。多分こっちから行けってことなんやろうけど、これも戦わないといけないんだろうな。あ、まあメロンさんはちょっと見たいですね。おさむさん、お願いします。組んでやっぱポールちゃん対決。あ、どうしようかな。味噌茶でいいか。まあ倒しきれないか。暴れる。ハイボールはね、CP が少ないんで、なるべく温存しておきたいんですよね。ありがとうございました。待てだ、あーなんか、結構そういうタイプっぽいな。あ、なるほど、そこか。まっすぐ行かれへんのかな。あ、無理なんだ。や、まあ、やっぱりそうか。え？こっちも行かへんの？え、どうやって行くの？あ、これ、周りに来てるところか。あ、こっちは無理っぽい。わぁ、めっちゃ落ちるなぁ。すぎるやろ。いやーこれ全部難しすぎるやろ。あーあーあーマジか。ちょっと難易度が高すぎる。これちょっとT はこっちか。ちょっとなんかセーブポイント的なところに落ちたけど、はい、戦いましょう。まあそうだよね。クレベースか。どうしよっかね。救助。はい、ありがとうございました。あ、こっちじゃねえのか。人が回れって言われても。なんか全方向、全方向、全方向あのなんかやってるんで。磯川回りじゃないんですよ。 全方向なんかもう反応するんで。あーじゃあ、あーこれも多分回り道せんとあかん気がするな。でも今回はそこまで苦戦はしてなかったな。2つやもんな。いやーこれちょっと低すぎませんかね。6つ目のジムでこのミッションの難易度高さちょっとあのきついと思うんですけど、まあメロンさん結構トレスなんかな。まあなんかそこもなんか結構 それ込みにちょっと素敵な感じとか言っちゃうとちょっとあの壁が。じゃあ
あ、なんかダウジングマシン回収されたんかな。さあ、メロンさんってここまであんまり絡みないよな。まあポプラさんが絡みすぎてたっていうのはあると思うけど、はい。ああ、すいません、はい、あのめっちゃ痛いです、はい。あ、鍛えてください、お願いします。あ、会議ボリュームすごいな。いや、なんかいろいろボリュームがすごいな。何かとは言いませんけど、モスノー、モスノーは、さっきのミキハミの進化系で、氷虫なんで、はい、痛いなってできますね。じゃあ、イソロシャージ。まあ、炎4倍なんで、イソシャでも多分落ちると思う。まあ、レベル4高いな。オッケー。じゃあ、レベル40。最初は基本レベル40だもんな。ミキダルマ。まあ、さっきダルマから進化系、これも氷タイプですね。どうだろう、一押しで、あ、落ちない。あれと、これは逆にいいかもしれない。まあいいかもしれないっていうか、そう、隠れ学生なんですよね、この肘だるま。で、こうなると炎の氷になるので、氷タイプというか、炎タイプは陶板になるので、そのタイプでいきましょう。効率とか、なんか結局火炎ボール使わずに終わりそうな感じする。で、ここは火炎ボールできてるんですけど、ちょっと一旦ミクチャを挟みます。まあその理由は、まあ、すぐ分かると思います。はい。で、ダメージがね、減ってないんですけど、これ物理技を食らうと1回だけダメージ無効っていう、実はミニっていうのを化けの皮の物理版みたいな感じで、まあ特殊技はね、普通にダメージ与えられちゃうんですけど、一応物理技じゃないので、初の火炎ボール、 OK。 あ、挑発されたの忘れてた、ラプラス、ちょっとラプラスはエースバーンできついので、まあ一応二度切りで一応弱点はつけるってつけるんですけど、まあ二度切りじゃ絶対落ちないので、はい、見ておきましょう。じゃあハイパーボールやな、ボール。じゃあどうしようか、ちょっと一旦掘ってスリスリを入れて、巨大マックスか。やっぱそうだよね。出た。そう。環境接近した。おー、このハートの炎症が出るの、ちょっとつないよな。メロンさんとか、まあ、結構限られてるんですけど。結構レベルは結構均等だね。ちょっと一人一人。あ、それで勝ってるね。麻痺を入れたいが、多分一旦ダイマックスはすいませんでした。 OK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  使ったよ。それからのダイマックスで、まあダイマックスすればいいってもんじゃないですからね。まあ即ダイマックスすればいいってもんじゃないんで、これはもうこれ戦略なんで、それであの相手のダイマックスターン、あの一旦使ってるんで、からの大サンダーやで。で、いけ、大サンダー。さあ、まあ、そう。ラプラスはね、耐久が高くて、HP もね、結構高いので、結構、抜群の技を結構使わせられる。やったやった。まあ、そういう専用セーフをつけないっていうのが、あと、それはちょっと申し訳ないなっていう感じがするけど、まあ、これはね、そればかりで運ゲーなんで、いかないって感じで。じゃあ、
けど、ラプラスって結構対戦で結構疲れたい、疲れた気もなんですけど、その理由がちょっとこの動画では伝わらなかったんで、そういうことがちょっと申し訳なかったなっていう感じがしますけど、いや、かわいいな。はい。一回落ちてみてください。自分チャレンジやってみてください、あなた。だいぶ、鬼畜ですよ。はい。ピカピカの、なんか一年生みたいな。なんか、ピカピカの一年生みたいな感じで言われましても。あ、ようやくレベル50か。息子が挑む姿。結構、これ、ソードとシールド、ジムリーでは違って、ソードはマクワさんっていうのが岩大石会で言うんですけど、そのマクワさんが、メロンさんの息子なんですよね。多分、マクワさんは、確かに、まあ、マクワ、多分メロンさん普通に人気やもんな。人気ありそうな感じするもんな。じゃあ、出ましょう。はい。私を応援してください。お願いします。で、なんか誰か、来た、お出迎え。いやー、でも、ジムリーダー戦よりも、あの人の方が、ジムチャレンジの方がきつかった。また、俺を、飯屋さん行くのか。多分、ここだと思うんですけど。はい、じゃあ、ということで、今回は、ここで終わりにしたいかなと思います。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、バイ。